長岡下柳でエールホームクリニックを運営する医療法人メディカルビットバレー。今月6日、米百俵プレイス北館1階に長岡市内2院目となる大型複合クリニックエールホームクリニック長岡をオープンしました。こちらが米百俵プレイスにオープンしたエールホームクリニック長岡です。見た目も明るく開放的なクリニックですね。本日はありがとうございます。この日はクリニックの竣工式が行われ、関係者が一堂に会しました。どうぞテープをお切りください。エールホームクリニック長岡会員おめでとうございます。エールホームクリニック長岡はどんなクリニックなんでしょうか。まあ、まずは一番はやっぱり長岡 その新しい町をに溶け込む、皆さんにすごく便利に使ってもらえる、気軽に使ってもらえる、そういったこうオープンでフラットなクリニックだと思います。その医療がどこまで、ね、その町づくりになるかは分からないんですけれども、でももしかしたらそういうところからも町づくりっていうのはできるんじゃないかなっていう思いから、この町の中で、そしてこの米百俵プレスっていうか米百俵の歴史的なところもあって、ここでチャレンジさせてもらえるっていう、こう機会を得てやることにしました。エールホームクリニック長岡の診療科目は内科、皮膚科、リウマチ科、膠原病科、アレルギー科、呼吸器内科の5つ。最新の機器を備えた複合型クリニックで、専門性を生かしながら医療スタッフが相互に連携するチーム体制での医療提供が行われます。40分ぐらいで大体専門の結果が出るっていうのが特徴なんで、言ったら住宅もしていると。そうなんですね。検査技師さんが皆さん、そうです、検査技師さんだけで5名で入って、あ、そんなに放射線技師さんも2人いてってことで、これだと例えば帝京大学高校のサッカー部とか、部員さんが年間1回もやると筋肉量とか、そういうのが、そうなんです、ね、行政は新しい医療ニーズがこう出てきているというふうに言われて、長岡もそうなんですね。今までの医療ではですね、なかなか対応できないという部分もあるし、そういう意味ではこのエルさんがですね、地域の医療の今の体制とですね、しっかりこうタッグを組んでね、新しい医療ニーズに対応してもらえるというのはですね、これはそういうモデルを長岡から作ってもらえる、医療イノベーションをですね、長岡から起こしてもらいたい、とても期待しています。企業からの期待も、こういう新しいスタイルのは初めてですね。従来のいろんなしきたりとか制約がありますけども、こういうスタイルが長岡から新潟県に、新潟県から日本にですね、伝播していくと思いますね。エールホームクリニック長岡開業後の今月12日、クリニックの様子は、本当に始まったばっかりで、やっとこれから一つ一つ皆さんに知っていただいて、一人一人患者さんに来ていただければとっても嬉しいなと思ってます。医療を入れることによって町が活性化できるならば、それはもう最高の町づくりになるんじゃないかなと思って、中心地にやってきました。一人っていうのは限界があるので、それがたくさんの医師がいる、たくさんの看護師がいるということで、いろんなアイデアが出たり、それこそ効率化されていったりとかっていうことが、結局便利につながる、効率化につながる、そして質が上がるっていうことだと思います。医師、看護師、医療事務といったところの上下関係をなくして、一つのチームとして医療をやるっていうことで、その面白さ、本当のチーム医療の面白さを医療者がみんな気づく、そういう今の先生に合う環境、状況っていうものをどうやって作っていくか、これをみんなで考えていく、それを本当の現実に考えていくってことが大事なんだと思います。医療って誰もが好きな分野なんで、いろんな人たちとつながったり、いろんな組織とつながったり、いろんな会社とつながったりすることによって、町を活性化できるものだと信じてます。医療から始まる街づくり、メディカルビットバレーの挑戦は続きます。